ブレイキングダウンについて喧嘩模様でどれだけ聴衆を沸かせたかということがプロテストのようになり。 企業もそれをを応援するるとといいうここの構図がが私は嫌悪感を拭い去ることができません。おまけにメイウェザー戦の朝倉未来と花束の奥野アメリカで試合すれば300億以上の収入を得られるメイウェザーが朝倉未来を育てるために2億円ほどで試合を受けてくれたのにもかかわらず朝倉未来と奥野やスポンサー企業は感謝も全くなく下船な対応 監修が話題にすれば、それで良いのか。悪態ついて話題にする YouTube ブレイキングダウン。もともと、入れ墨のハングレに興行イベントさせることでスポンサーも収益を得る算段だが、大人として企業が暴力を使って企業名や商品を売り込んでくるという、世界に全く問題がないとは言えないし、 メイウェザーに対してのあの花束対応は常識を覆すもので世界からブレーキングでダウンをスポンサーしている日本企業に対しても称賛や名声を与えられるというところは絶対にありえない。もし、あるとしたら世界の善と悪はひっくり返り世は地獄と化すだろう。 最近、小学校や中学校でも暴力事件や自殺事件が後を絶たないが、私はこの暴力を売りにしたブレイキングダウンのせいだと心の奥底から思っている。日本で唯一、ただ一人でもこのことは声を大にして言いたい。青汁王子こと三崎優太にも不可視三兄弟だとか、ほら吹きだと私は罵られ謝罪も受けていないため、 それに同調した馬鹿、アボ友が100人以上も私の話題で YouTube を配信している。先日も芸能人で著書も出版している秋山博信と藤井洋平の2人にお金を借りたことも全くないのに、金を返さない小山慶吾は詐欺師だと罵り配信をされ印象操作や侮辱、誹謗中傷も甚だしい。お金を借りて逃げている、と話されたが、 借りた人たちとは全員連絡は取れる状態を今でも持っているし、LINE グループも滞りなく継続しています。皆様、悪が盛り得ておりますね。有名企業も参加して、スポンサーなんてしちゃって。これで良いのか。日本経済のあり方。 だからこそ、大忍者というプロテスト込みの近代最先端スポーツにブレイキングダウンの全選手たちを挑戦させるように促してこの文章を作っています。ブレイキングダウンのスポンサー企業も選手たちも暴力的だから私の意見は伝わらないかもしれないし、暴力で欺瞞で青汁王子のように変わらず配達してきて、同調圧力と印象操作でこの私、 小山敬吾を潰そうとするだろう。今では選挙も落ちて YouTubeT 引退しようと思うまで人気も下がった。裁判費用なども支援を受けられず、私の視聴者たちも怯えて恐怖の中、反対するものになり変わった人もたくさんいるが、たとえ俺が志半ばに死んでも、汚い金の亡者たちに文武で負けたわけでは決してないから、 死んでもまた、転生して出直しますよ。俺は絶対負けてない。できるものなら挑戦してこい、ブレイキングダウン。企業もスポンサーしてね、大忍者。最後にもう一度、ブレイキングダウンには暴力的だから、出ないから。テイクオフのプロテスト付きの、大忍者にお前たちが出場してこい。わかるか、チンピラども。そして、 シンピラスポンサー企業、エミえみ占いいに頼ってます「キングニンジャハニュース」でした最後までご視聴ありがとうございましたお辞儀する人薄い肌色、チャンネル登録よろしくお願いいたします